こんにちは、即家塾のここです。今回ですね、いただいたコメントについて返信をしていこうかと思います。今日読ませていただくコメントは動画概要欄につけてますけども、特別定額給付金第2弾を出してほしいというね、麻生財務大臣が、まあ、あのサムネイルに出ている、そんな動画ですよね。こちらの方についたコメント、ちょっと長めにいただいたんで、その1件に対して返信をさせていただこうかと思います。よろしくお願いします。 コメントをささったのは松本美香さんという方ですね今私がこの撮影をしている1時間前に書き込んでくださいました。このように書いてます。まあ、久保さん毎日閲覧させていただいてます。 えー、お返事ありがとうございました。あれから給付金のことで官邸にまたメールしました。はい、えー。やっぱり私たちができるのはこうやって声を上げることですよね。官邸にメールをしたりとかね、えー、それぞれの大臣の事務所にお電話をしたり、また訪問することもできますので、えー、遠いなって方はね、地域の自民党事務所に行かれるのもよろしいかと思います。じゃあ、メールの続きを待してもらいます。えー、それから、麻生さんの自宅の電話を調べてかけてみました。メイドさんが出てきて、本人はいませんでしたけど、お給付金を渋る麻生さん。 自民党はもう終わりだし邪魔ですし年も考えて退職してもらいたいです菅さんを操ってるみたいですブルドック幹事長も年考えてほしいですね <laughs> まあ,あのいくつになっても働けるのはいいことなんですけどもただあそうですねブルドック幹事長とか麻生大臣はすでに働いていると言えるような状況ではないですよね、うん、居座ってるという感じですかねまあ、こういう方があここにいる限りは 中堅や若手が育つ、うん、将来の目を摘んでいるってことになりますやっぱりね、私たちも会社に勤めて、長年その地位にいるね、幹部とか上司を見ていると、あもう自分には出世の目がないなと思って、うんざりしちゃいますよね。やっぱりね、早くね、ポストを開けていただいて、そこに若手をどんどん起用して、で、いろんなね、アドバイスとか相談役として、まあ、裏で手を引くって形ならいいんですけども、まああの、麻生財務大臣も、それから二階幹事長も、まあ、見た目が悪いですからね。 だからまずはこれで多くの人から切られてしまうんではないかなと思います、まあ、でもね、まあ、周りにいる人は結構お金で抱き込んでると思うんで麻生さんやそれから二階さんの身の回りの顔ぶれを見るとみんないい人に見えるんでしょうねきっとねもう遠く離れた国民から本当に迷惑でしかないかなと思ってますねはいまだ続きますよでも菅さんには派閥がないから味方も少なくて少しだけ同情します、うん、それは確かにね 国会ではカンペ見なないいと話せないし、うん、自分の考えを持ってるのかないのかバカなのか分かりませんはあちょっとリーダーシップはないですね完全にね、うん、単なるあの指示待ち行政書記官ですねあれはねえー、支持率もっと下がれって思いますワクチンと酸素センターの、うん、設立ぐらいしか頭にないのが分かりませんえー、緊急事態宣言はすでに中通常事態宣言になっちゃってますけどね都道府県に、えー、脱出するけど 今更彼の言うことなんか誰も聞かないのに全国出さないのは何だでしょうかということですねあの私はね例えばオリンピックを強行開催したのがとどめを刺したかなと思いますよねあのオリンピックをやればみんな喜ぶわけではないんですよ、まあ、オリンピックの選手もちょっと気が引けるような感じになっちゃったんじゃないですかね今回はねあの私別の動画で例えてるんですけども戦争を始めるのが権力者だとしたら戦場に行くのは若い兵士ですよね で、オリンピックを決めたのが権力者ならばオリンピックに出場するのは若い選手ですよね同じ構図なんじゃないかなと思いますんで本当にね最前線で消耗されるだけの兵士や戦士には国民をしてほしくないなと思うんですけどもねまさにね年齢を重ねた人が若手の壁になってあげてうんいろんな痛みをね体で受け止めていただければいいんですけども一番やばいところはね 末端に回して一番美味してて番いいいから自分たたちで取っていくみたいなね、まあ、そういう自民党の構造っていうのは本当腐ってるなと思いますよね。目の前に出てこいと思いますよ私は。本当に <laughs> で一番思うのは菅さんが国民に心から謝るべきだと思います。うん、まあ本当そ,そうですよね。菅さんの家族親戚もろとも謝ってほしいなと思いますね私はね。<laughs> えー、自分の非は認めるべきですよねと勝手に切れたり質問に答えないし最低です。 本当最低ですね。こんな人がなんで私たちのね、国をまとめてるんだと思っちゃいますよ。まあ、はっきり言ってね、近所の町内会長の会長さんの方がうまくまとめると思いますよ。うん。菅さんは最悪ですよね。これが99代。ね、総理大臣。まあ、菅さんと入れ替えた方がいいんじゃないかなと。菅さんじゃない。菅、菅さんですか <laughs> まあ、あの、何かっていうとね、あの、悪夢の民主政権と比べるのが自民党の 手でですすけども何なんですか、ねうん、まあ自民党は自民党で事情作用を持ってより良い政権を維持してほしいと思うんですけどねどんどん悪くなる一方というこれもまあ自民党における老害なのかなと考えてみたら自民党ってお年寄りばっかりが集まってる感じがするんですよもっと若いエネルギーがねないんですかね、まあ、自民党に今入ったら印象悪くなるんで 入らない方がいいと思いますけども、どうなっちゃうんでしょうかね。山本太郎さんに聞いてみましょう。<laughs> えっと、コロナの中でもオリンピックやって感染者が増えたし、うん、その間ラムダ株が一人日本に入ってきたのを隠蔽するし、もう自民党は嘘ばかり。絶対に選挙に自民公明には投票しません。皆さんも選挙行きましょう。はい、ありがとうございます。以上のようにいただきました。あの、公明党がね、この自民党を応援するっていうね、その、まあ、 なんんかか気持ちは全然わかりませんね公明党そこまでして権力が欲しいのかと思っちゃいますよ公明党も結局権力の奴隷ですよねだから公明党が一番ずるいんじゃないかなと思うんですよ悪いことは全部自民党がやってますとか言ってね公明党はいいことをやってるんですとか言ってからねじゃあ公明党単独で政権取ってその綺麗な政権運営してくれって話なんですよ結局自民党みたいなね、あのー、ダーティーなあーコス泥みたいな人の力借りなければ 虎の家を枯れないような、ね、公明党ですからね何が公に明るくだと思いますけど私はね公明党も最悪だと思いますよねだから創価学会の方がすごく気の毒だと思うんですよで同時に創価学会の方が公明党に見下り犯を早く突きつけて遠山議員のね黒い問題もありますしね山口代表のジェノサイド容認もありますしね公明党を支持する理由はもう全くないと思うんですよ 公明党の名前を出したけども自分の印象悪くなるみたいなんで、あのー、総学会の方も真にね自分の心に正直に生きていきたいんだったら公明党とは縁を切るべきだと思うんですけどもまあ余計なことですかねこれはね、うんまあ、自民党もね最悪ならばそれを応援する公明党も最悪だと思うんですよ、うん、だから今みたいな公明党じゃなくて、ね、本来の公明党に戻ってるし私は自民党に毒されて主に交わった公明党ではなくてね もともとの清廉潔白な私たちの憧れていた公明党になってくれないですかねその時は私も公明党の門を叩くと思いますよ信心すると思いますよ <laughs> いやこれは別に脅すわけじゃないですけども公明党の精神そのものは素晴らしいですからねそれを実行していないところにうんまあどしがたいものを感じるということなんですよ権力欲しさに公明党は魂を売り渡して今まさに国民をないがしろにしてると言えます それでは本日は以上です